東京六本木ヒルズの一角に出現したのはウイスキーの聖地スコットランドのアイラ島をイメージしたイベントスペースです。簡単に帰れないから日本でもうちょっと国際的なイベントをやった方が。コロナ禍で旅行を自粛している人や母国に帰国できない外国人たちに少しでも旅気分を味わってもらおうと企画されました。ピクニック席みたいで楽しい。美味しいものを飲んでます。会場の芝や樹木は静岡や神戸など日本各地から運ばれ、イベントが終わった後再び自然に返されるということです。